初期の代表作、東京中央電信局、山田守は、日本の建築家。低信建築の先駆者的存在、モダニズム建築を実践し、曲面や曲線を用いた個性的、印象的なデザインの作品を残した。岐阜県橋間郡上中島村麻長官生まれ、上中島小学校、岐阜県立大学中学校、第四高等学校を経て、1917年、 東京帝国大学建築学科入学。1920年、青年建築科のグループ分離派建築会を結成する。同年、同校卒業。低心省永全科に入り、電信局、電話局の設計を行う。東京中央電信局ではパラボラ型アーチの並ぶ、個性的なデザインが注目された。1924年から、復興局土木部に所属し、 英大教、西橋に代表される関東大震災後の震災復興協力のデザインを行った。1929年から1930年にかけて低身章の命でヨーロッパ視察旅行に出かけベルリンに滞在した。当地ではヨーロッパ各都市の建築を視察するとともに第2回チャンに参加。また、ルコルビュージェ、バルターグロピウス、 エイリヒメンレルゾーンらを訪ね、近代建築運動に触れ、大きな影響を受けた。1945年、低新省大官。同年、低新建設工業を開設し独立。1949年、山田守建築事務所を設立。東海大学の設立に関わり、設立後は、東海大学工学部建設工学科教授として、更新を指導する。 京都タワーでは、当時の塔よりも高いものは建てないことが、不分律となっていたことの景観を乱すという批判を受け、1972年に施行された京都市景観条例に制定された、巨大工作物規制区域設定の1項目として活かされることとなった。ありがとうございます。